スロットの未来を愛してる。おはようございます。本日は2月2日日曜日、メッセ足利店さんに来ております。今回取った台はバーサスです。本日マッキーさんのスロット日報の調査によりますと、まあとにかく、まあ、3台以上の機種で全体系がめっちゃいっぱいあって、まあ、全体的には熱い1日となっております。ということで、まあ抽選番号は良くなかったんですけど、奇跡的にバーサスが1台取れたんで、はい、バーサスで連勝を目指して、頑張っていきたいと思います。ではまず1枚目、ではよろしくお願いします。はいはい、バーサスです。まあ昨日、お、いきなりスイカ、昨日ファンキージャグラーでめっちゃ出たんで、まあ今日もその勢いでバーサスでいっぱい出したいですね。そういえばもう今世の中はコロナウイルスがとんでもないことになってますね。おそらくこの勢いだと日本でも感染者が増えちゃうのかなって感じ。まあ中国の武漢なんてあれはひどい状況ですよ。あれ見てると去年かな、ドラマでインハンドっていうドラマ、ヤマピーが出てて結構面白かったドラマ、インハンド、うん、病原菌がこう街に蔓延しちゃってみたいな、あれと同じような状況ですもんね。武漢とかインハンド状態、本当大変だと思います。外れてくれてる。106ゲーム。はい、レギュラースタート。スイカは、うん、お、外れてるスイカ外れた。しかもここにバーだからこれはビッグなんじゃないの。26、よし、投資は5本。はい、まずいな、一発目からパンクはやめようぜ。ああまずい、マジで。はい、ああよかった、 OK、 うん、いいね。はい、1回目のビッグ、ビッグ中左3連 V なしの、バーサスゲーム VS ゲーム中外れは2回。まあこれからパンク回避できたし。
ってますね、59ゲーム、そのまま揃わないで OK、 よし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 、いいよ。さあいい感じで朝から連チャン、ビタ止まりだからスイカをわと思ったらそのまま揃った261。146、1枚役、ラッキーベル、ラッキーベル、よし、143、おっ、 OKOK、 赤だな赤だな、よし悪くないですね。消えてフラッシュしてないですね。チリで入りました。274、ほっ、まあ、ここで2回目のレギュラー、22、お、よしよしよし、 OK、 まずいな、パンクゼロ運動中、あ、頼みます、あ、 OK、 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 いいね、42、いきなり RT 終わってすぐですね。本日初のこの出目からのトクリップ、さあいいぞ、赤の赤か、よし、いいぞいいぞ、68、うん、どうだ、うん、まあここは今のはレギュラーっぽかったっすね。
さあ1ゲーム目にリプレイならない。お、1ゲーム目にリプレイ光って赤7下段から滑りましたよ。ああ素晴らしい。はい、2ゲームですけど多分1ゲーム目でビッグを引きました。おお、いいぞこれ、今日もいいぞこれ。入ってる、17ゲーム、はい、V ビッグ、V ビッグ、さあ、素晴らしい、お、あ、ラッキーベル、素晴らしいよ、これは、本日初の RT ビッグレンチャー、さあ、今日もいい感じ。入ってますね。75。じゃあこのままレギュラーかな。はい。おお。44。ここはレギュラー。おお、3連ぶり止まったよ。57。さあ中断でいいよ、そろそろ。おお、いいね。さあ素晴らしい。123、123。レギュラー。509ゲーム。うん、今日一のハマりからなんとかビッグ。はい、現在スタートから2100ゲーム経過しました。ビッグが11回190分の1、レギュラー6回、350分の1ボーナス合算で123分の1です。はい、まあボーナスは非常にビッグがいい感じですね。まあさっきちょっとハマっちゃったんですけども、それでもまだ全然メダルは浮いてます。スイカで通常時の子役、まずベルが、13.2 分の1、まああんま良くないけど、まあなんとか許容範囲、
でスイカが 67.74、 まあそこまでよくはない、うん、であとはビッグ中左3連 V、 これが33分の1なんで、まあどちらかというと奇数よりかなと。でバーサスゲーム VS ゲーム中の外れがあんま良くなくて、12.13 分の1、はい、まあボーナス以外の要素はトータル的に弱いっすね。まあ正直でも、まあ、メダルは出てて、どの設定も考えられるかなみたいな、奇数よりだったら1号だけど、まあまだ分かんないしみたいな、まあ分かんないっす。293、ここにバーがある、うん、よかった。3連 V が254、うん、おっ、おお赤7ラッキー、オッケーオッケー、なんとかつながった。リプレイ、ならない、ああ一応リプレイで入った。463、いやーハマるな、どうだろう、ああ、はい、レギュラーです。いやーバーサスあるあるっすね、レンチャンの後ダラダラハマる。277ハマったな。でもこれはビッグでしょ、さすがに。いやなんとかこっから取り返しましょう。入ってる、外れかと思ったら入った、2周ゲーム、V、 あここでなんとか RT 連射 OK。76、よしよしよし、早い、オッケーオッケーオッケー、赤だな。さあなんとかここでビッグが3連チャン、よしよしよし、ちょっと復活だよ、復活したよ。これは取りこぼしてないね、501ゲーム、
いやーハマるな。入ってる入ってる入ってる55。さあ早い松井秀喜よろしく OK、うん、またなんとかハマった後の連チャン。外れた外れた137。レギュラー久しぶりの気がするな。リプレイ一応鳴った。533ゲーム、ここに来て強一のハマりでレギュラーはやめてほしいけど、リプレイ。リプレイ。ケリー。いやーもうハマってハマっての連チャンの繰り返し。このビッグでなんとかしないとダメですね。なんとか頑張ってください。ちょっと頑張ってみよう。ならないよね。ああいた。114チェリーから。いやーここは外れてほしいよ。外れない。レギュラー。外れてくれた。18ゲーム。おっと、オッケーオッケー。ラッキーベル。なんとかここでつながるビッグですね。ずれてるずれてる。今下段に赤玉狙いました。追加オーバーなんで33。おお素晴らしい。オッケー。なんとかここでまた連チャンがハマった後の連チャンですね。はい、現在、ビッグから202ゲームです。今日のバーセス、まあ、前半めっちゃ出て、まあ、このボーナス確率を頑張ってそのままいけるかと思ったんですけども、まあ、後半はまあハマる一方で、まあ、正直ボーナス以外もやっぱり弱いんでね、
まあここら辺が限界だと思います。まあ一応、まあ、まあプラスにはなってるんで、はい、ここで終わりましょう。終了です。はい、データの方はこんな感じです。はい、こんな感じで、まあグラフこんな感じです。まあ前半は本当にめちゃめちゃボーナス当たりまくって超楽しくて、はい、一撃2400万円ぐらい出て、あ、今日もこれこのまますげえ出るんじゃないかと思ったんですけども、はい、バーサスあるあるです。後半はダラ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 ハマって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 なんとか連チャンするけど、またハマってハマって連チャンで、はい、最後まあこの辺で力尽きて終了ですね。まあ正直ボーナス以外の要素もまあはいすごく弱いので、まあ上はなくて下でまあ一応プラスで終わってるんで、よしとしましょう。はい、まあボーナスいっぱい当たってリーチ目いろんなリーチ目見れて楽しかったんで、はい、本日2月2日メッセ足利店さん、そうですね、出玉は、はい、相変わらずいっぱいいろんなところで出てました。まあ全体系間違いなくリゼロあたりはあれは多分全6じゃないかと思います。はい、詳しい出玉状況の方はマッキーさんのスロット日本の方で報告があると思います。ではバーサス、まあピークよりは1000枚ぐらい1000枚以上減っちゃったけども、まあプラスなんでよしとしましょう。はい、まあ楽しかったよ、やっぱり楽しかった。まあとりあえず僕3連戦中日、はい、明日も実戦あるんで、まあ何気に一応2連勝で、はい、来てはいるんでね、3連勝目指して明日頑張りたいと思います。お疲れ様でした。42、いきなり RT 終わってすぐですね、本日初のこの出目からのトクリップ